よし、今日は久しぶりの合コンだ。10連勤明けで声もガラガラで疲れてるけど楽しむぞ。今日はよろしくね。僕、キンキンチャンネルって言います。名前聞いてもいいですか？私、レンドンコっていうの、よろしくね。へえ、レンドンコって言うんだ。3割1分9厘34分126だって OP 1.010 くらい打ちそうな名前だね。はい、すいません、なんでもないです。ところで休みの日は何してる方？そうね、バーベキュー好きだからよくやってるかな。いいね、すごく楽しそうだけど、それって大谷とかトラウトは来ないんでしょ？はい、すいません、なんでもないです。金玉さんは趣味とかないんですか？僕はね、野球カードを集めるのが趣味なんだよね。野球カード？プロ野球チップスとかについてくる？あの、それもあるんだけど、僕が集めてるのは実使用バット入りカードとか直筆サインカードだね。何それ、面白そう。コロナ以降コレクター需要が増えて、遊戯王とかポケカとかいろんなトレカが高騰してるみたいだけど、野球カードも結構高かったりするの？最近高くなってきてるね。全部が全部高いわけじゃないけど、スター選手のサインとか世界に1枚しかないカードとかはすごく高いんだよ。すごい、金玉さん詳しくてかっこいい。お前の持ってる野球カード見せてよ。お前、構わんよ。残業代で集めた渾身のコレクションをご覧あれ。すごい、いっぱいサインカードがある。大谷さんのサインもあるじゃん。しかも PSA 鑑定品もある。ガッハッハ、ええやんでしょう。このカードってどれくらい高いの？左から4万円、30万円、3000円、5万円だね。もうこの4枚だけで僕の給料より高いね。すごい。あれ、一番右のカードは？ああ、あれはね、あの、ただの菅なんで3000円くらいかな。すごい、レンドンと同じくらいの値段なんだ。そうだね、レンドンは総理大臣と同じくらいすごい選手だからね。野球カードって結構高いんだね。他にどんなカードがあるか気になってきちゃった。でもね、今見てるカードなんてまだ可愛い方で、もっとえげつないカードもいっぱいあるんだよ。あ、そうだ、今から僕の家で2024高額野球カードランキングの発表しようと思うんだけど、よかったらどう？え、行く行く、家行く、家行きたい。はい、茶番はこれぐらいにしてですね、今回は久しぶりに高額野球カードランキングをやります。ちょっとね、声がゴミなのはね、気にしないでください。この前カラオケでね、調子に乗って夜遊びのアイドル歌ったらね、次の日こんな声になっとったんですよ。アイドル歌ったぐらいでね、喉が潰れるなんてね、走り込みが足らんのですよ。これは私の喉に勝つだ。それもさておきですね、今回の高額野球カードランキング、ルールは今画面に出てる通りですね。背景に映ってるカードはね、僕にとってのプライスレスなカードなので気にしないでください。今回検証サイトはヤフオクを使っております。で、検索ワードは BBM、エポック、トップス、この3つです。検索範囲はですね、今年の1月1日から10月の7日までとしております。まあ、レギュラーシーズン終わったんで、そこを一区切りという感じでございますよ。で、その範囲で、それぞれ高かったカードベスト3を BBM、エポック、トップス、大谷翔平と、それぞれ4つのジャンルに分けて発表させていただきます。なんで大谷だけ独立してるんだっていうと、これね、調べてもらったらわかるんですけど、さっきのワードで検索したらね、もう高いカードがね、大谷のばっかりになるんですよ。で、これをね、そのまま出したらね、ただの大谷ランキングになっちゃうんで、BBM エポックトップスは、もう大谷じゃないカード、大谷関係ないカードだけでランキング作りました。で、大谷はその3ジャンル分あるんで、大谷だけベスト3じゃなくてベスト9になってますんで、そちらもお楽しみにしていただければと思います。はい、説明は以上です。なんかね、質問がある方は NPB に問い合わせてみてください。選手の登場曲をカットしてくれるかもしれません。それでは行きましょう。はい、まずはね、 BBM 編の第3位なんですかね、
山本由伸のルーキーエディションプレミアム横版サインカードですね。はい、由伸のねルーキーカードです。今年ねメジャー行ってメジャーのルーキーサインカードがね出回ってますけども、結構いいお値段、5万円とか6万円ぐらいするんですけどもね、やっぱり日本自体のルーキーカードはねちょっと別格な感じがしますね。しかもこのルーキーエディションプレミアムというルーキーカードの決定版みたいなボックスからね出てくる素晴らしいカードです、こちら。でですね、こちらのお値段が75万円です。そうなんですよ皆さん、野球カードってこんなに高いんですよ。まあ全部が全部そうじゃないんですけども、まあ由伸というメジャーリーガーでね、しかもドジャース注目度の高い大谷のいるドジャースに行った由伸、まあ日本時代もね圧倒的な成績を残して、まあそういった選手なんでルーキーサインが高騰するのもまあ不思議ではないんですが、それでもねなかなかないですよ、この75万とかっていう値段のは。こちらね今年の3月の6日に落札されました。でね、サインの形が今と違うんですよね。今はねちょっと簡略化されてね、多分吉野部っていう漢字をね書いとるんですけども、ルーキーサインはね多分これ山本由伸っていう漢字をサインっぽく書いてくれてるんだと思うんですけども、多分ね今後この形に戻すことはまあないと思うので、やっぱりルーキーイヤー感のあるね素晴らしいカードだと思います。はい、続いて第2位はイチローの実使用バットカードですね。はい、こちら2000年のねダイヤモンドヒーローズというボックスから出てきました。私もねこれ開封動画出してますんで、気になった方はぜひ見に行ってみてください。これですね、まあ画像見てもらったら分かるようにですね、イチローが使ってたバットのかけらがねこれ入っとるんですよ。しかも日本時代のねバットカードってかなりね貴重なんですよね。メジャーに行ってからねバットカードよく出てるんですけども、多分ね BBM 自体がですねバットカードっていうのはそんなに数がないと思うんですよね。しかもイチローのバットっていう、またこのプレミア感ある素晴らしい一枚でございます。でこちらのカードなんですけども78万円でございます。これイチローの実使用バットより高いことはないっすよね。かけらが78万で実使用バット本体がそれより安いってことはないと思うんですけども、こちらね1月の14日に落札されました。イチローが実際に試合で使ったバットのかけらが入っております。これねゲームユーストバットって書いてあるでしょ。ゲームユーストっていうのは試合で使ったバットという意味なんですよ。トップスのねメモラビリアカードとかにもゲームユーストメモラビリアとか書いてありますけども、これはね間違いなく試合で使ったやつです。これは今のね BBM のメモラビリアはねオーセンティックユニフォームとかね、オーセンティックバットとかって書いてあるんですよ。これ本物のみたいな意味なんですけども、何に対しての本物かが明らかになってないんですよね。だって試合で使ったやつならこのようにゲームユーストって書くはずなんですよ。オーセンティックっていうのがねちょっと分かんないですよね。ほんと下手をしたら、だからショップとかで買ったハイクオリティユニフォームとかプロモデルの普通に売ってあるだけのユニフォームの切れ端を切って入れとるだけかもしれないじゃないですか。ただこのカードは違うんです。ゲームユーストとはっきり明記されておりますので、これ試合で使ったバットなんですよね。やっぱ選手が実際に使ったっていうやつの方が我々はコレクターとしても嬉しいですよね。だからね、もうなんか BBM もちょっと最近のメモラビリアちょっとはっきりしてほしいなというのが僕は個人的に思いますね。はい、そして BBM 編栄えある第1位は渡来隆起のルーキーワンオブワン金サインカードです。はい、来ましたよこれ、ベイスターズ期待のドラ1。今年のルーキーでやっぱ一番注目されてたんじゃないですか。我が広島東洋カープも開幕戦でいきなりね渡来に垂れて敵ながら非常に印象に残ってますね。でそんな渡来のルーキーイヤーです。今年でルーキーイヤーのサインカードです。しかもただのサインカードじゃなくてワンオブワンのサインカードです。世界に一枚しかないです。これはデザインもクソかっこいいですし、やっぱ金サインはね BBM コレクターの夢ですよね。これはねベイスターズのチームリミっていうベイスターズの選手しか出てこないボックスがあるんですけど、そのボックスに入ってる渡来のサインカードなんですよ。でですね、こちらがなんとお値段100万円です。桁が変わってきました。こちら5月の19日に落札されまして、ドラ1ルーキーの世界に1枚しかないカードですよ。私もレンドンのねルーキーワンオーバーサインカードいつか欲しいんですけども。でですね、今回ね大谷以外ではねこちら唯一の100万円台だったんですね、調べた中で。いやだからどんだけこの渡来期待されてるかとか注目されてるかっていうのがなんか分かりましたね。
まあ、ただね、こちら入札がね、1件しか入ってなかったんで、まあもしかしたらちょっと高値で掴んどる可能性はありますけど、まあ、ワンオンワンのカードってまあ、基本的にね、まあ、いいねと言いますか、相場が存在しないんで、だって相場調べようと思っても1枚しかないんで、このカード。わかんないじゃないですか。まあ、この買った人がまあ、この値段までなら出していいってなったら、もうそれが相場なんでね。まあ、わたらにね、来年は活躍してもらって、今年はね、ちょっとまあ、期待通りの成績とはちょっと言い難い感じでしたけども、まあ、2軍成績はね、結構良かったんでね、来年ちょっと楽しみですね。僕はね、なんかね、阪神戦だったかな、ハマスタの。延長でね、めっちゃ雨降っとる時にね、チームが負けとるのになんかすげえ、笑顔でバッターボックス入ってるのがね、印象残ってるんですよね。何すげえ笑っとんなと思って。なんか余裕があるのか、この雨でこんなにやんのみたいな、そういう笑顔だったのかちょっとわかりませんけども。まあ、ただものじゃないな、この選手はと、その時思いましたね。はい、続いてエポック編行きましょう。エポック編の第3位。山本由伸、ルーキーホロスペクトラサインカードです。また由伸ですよ。やっぱ由伸がメジャー挑戦ってなって、買いたいとか売りたいって人がやっぱ増えたんでしょうね。そんな由伸のルーキーホロスペクトラサイン、こちら、お値段が70万円。70万円です。ああ、やっぱりルーキーサインはね、やっぱこんぐらいいっちゃうんですね、由伸は。さっきの BBM のルーキーサインとちょっと値段が違うのはなんでだよと思う方おられると思うんですけど、ちょっとね、エポックはね、BBM に比べると、相場的にはね、安くなっちゃう傾向があるんですよ。まあ理由としては、まあ多分ね、BBM の方がね、サインはね、枚数少ないんですよね。エポックはね、結構サインガンガン、ボックス開けても出るイメージなんですけど、BBM はね、サイン出ないこととかもあるんで、まあ希少価値というかね、そもそも出回ってる枚数が BBM の方が少ないんで、ちょっとエポックの方がね、安くなっちゃうっていう傾向がありますね。こちらね、1月の28日に落札されました。でね、ホロスペクトラってね、皆さん聞いたことあるかもしれないんですけど、最近はね、多分エポックワンっていうね、なんかトップスナウみたいな、なんかプロ初勝利とか完全試合とかそういう記録に残るようなことがあった時に出るカード、エポックワンホロスペクトラっていうね、なんかすごいテカテカしたね、カードが出てるんですよ。あの銀粉にまみれた上原愛みたいなカードが出とるんですよ。あのギラギラカードが、今はね、そういうなんか限定販売みたいな感じなんですけど、昔はこうやってボックスであったと。60カートン限定でね、そのホロスペクトラボックスがね、売られてたみたいですね。しかもワンボックス1万3000円で、サインが3枚も出てきてたらしいんですよ。その頃は。信じられないですよね、ほんと。今こんなボックスないですよ。サイン3枚出るボックスもないですし、1万3000円だったらね、今で言うとだからジェネシスですよ。サインどころか、まあ、なんか今年はメモラモデンボックスもあるみたいな。いやーちょっと、メーカーの皆さんこれぐらいの相場に戻していただくわけにはいかんかね。はい、続いて第2位も、山本由伸、ルーキーホロスペクトラサインです。こちらね、さっきの第3位のカードと同じボックスから出てくるカードです。何が違うんやというと、さっきのはね、通常サインカードなんですよ。で、こちらは、ルーキーのサインだけジャンルを別にして、ルーキーサインカードっていう、インサートじゃないですけど、通常サインではないサインカードなんですよね。で、シリアルもね、さっきのは48シリのカードだったんですけど、こちらはね、30シリのサインカードなんですよね。だからシンプルに枚数が少ないんで、こっちの方がちょっとお値段がついて、第2にランクインしてきたという感じでございます。そして、こちら、第2のお値段が、77万7千円です。10枚ぐらいのシリアルの差で7万円も差が出てくるかという感じでございますね。僕もね、あ、ここまで変わるんだっていう感じでびっくりしました。で、1月の7日に落札されまして、まあさっき申し上げましたように、通常サインよりはちょっと少なめのシリアルである30シリのルーキーサインカードということでございます。まあね、ここまで見てて、ね、皆さんちょっと麻痺してるかもしれませんけど、ルーキーカード全部がね、こんなに高くなるわけじゃないんですよ。もう吉野部とか、大谷とか、イチローとか、ああいうもう、別格な選手だけです。ここまでルーキーサインが高くなっちゃうのは。しかもね、多分、これはそのメジャー挑戦したも今年に売られてるからこの値段だと思うんですけど、多分ね、これ出た当時とかはね、そんなに多分1万円とか2万円ぐらいで買えてたと思いますよ。いくらルーキーサインとはいえ。なんでね、いや、こんな高いんだったら全然自分の好きな選手も集めらんねえよって思わないでくださいね。全部が全部こうじゃないんで。もう私もこんなん、とても変えたもんじゃありませんよ、本当に。こんなん買おうと思ったらね、もう本当いっぱい残業しないといけないですからね。あと、おばあちゃんの車も売らんと買えないですね、こんなんは。
はい、そしてエポック編栄えある第1位は長嶋茂雄のサインカードです。ミスターです、ミスター。もう巨人ファンからしたらたまらないんじゃないですか、これは。まあ、あとね、巨人の選手はね、現役選手はサインカードがないんですよ。白サインとかはあるんですけど、まあ多分契約とかの問題だと思うんですけどね、巨人の選手はサインカードがね、ないんで、引退するか移籍するまで。で、こちらのサインカードのお値段が、778,777円となっております。長嶋茂雄のサインカードたまーにね、こうやってヤフオクとかに出品されるんですけど、まあ基本この桁ですね。何十万とか言ってる印象がありますね。まあだからこれもね、縦サインで、しかもね、これ、直書きなんですよ。今までのやつはね、シールにサインを書いて、そのシールをカードに貼って、サインカードですっていうのが多かったんですけど、これはね、直書きなんですよ。オンカードとも言うんですけど、やっぱシールよりね、カードに直で書いてくれとる方がやっぱり熱いとされてますんで。やっぱりね、もうこの方結構もうお年を召されてて、で、結構体調のね、問題もあるじゃないですか。なんでね、やっぱサインもね、なかなか枚数少ないんですよね。まあ見てもらったらわかると思うんですけど、結構もうね、文字もちょっとカクカクしてるというか、まあだからなかなかいっぱい書いてもらうの難しい、そういう貴重なサインカードなんですよね、長嶋茂雄のカードは。で、このカード自体も10シリで10枚しかないっていうことでね、やっぱり貴重なね、サインカードですよ。やっぱりまあ出るたびにこれぐらい値段いくのは納得ですね。さあ、トップ戦。まずは第3位。ラーズ・ヌートバーのワンオブワンブックレットサインカードです。はい、こちら去年ね、WBC のボックスが出たんですよ。私もね、開封動画開けてますんで、気になる方はぜひね、ご覧になっていただければと思います。その WBC 箱から出るね、ヌートバーのこれはもう激アツですね、これは。これブックレットカードって言って、2枚のカードがね、1つになって本みたいに閉じれるカードなんですね。こちらのお値段が308,000円でございます。1月13日に落札されました。で、さっき言ったようにこちらブックレットカード、2枚のカードが1枚になった素晴らしいカードでございます。だからでかいんですよ。だからこういうでっかいカードをね、入れるマグネットホルダーもあるんで、こういうのゲットした方はね、収納も難しいなって思うと思うんですけど、そういうマグネットホルダーを買うようにしといたってください。で、これまあサインとなんか日の丸が見えるじゃないですか。これはヌートバーが実際に試合で着たユニフォームの袖ぐらいに多分国旗が入ってるんですよ。で、その国旗の部分を切り取ってカードに入れたというね、プレミアムな WBC 感満載のカードなんですよね。やっぱりね、このユニフォームの切れ端を入れることに関しても、やっぱなんもない無地の、もう白だけとかのやつはね、そこまでレアじゃないんですよ。こういうなんか国旗とか、ジャパンの J の字とかが入ってるやつとかは、無地に比べてやっぱり価値があるとされとるんでね。やっぱそっちの方がまあ見てて、やっぱ、あ、すげえ、あの部分が入っとんだってちょっとなるじゃないですか。こういう、だから国旗部分のとかは、こう、ワンオブワン世界に1枚のカードになってくるという感じでございますよ。たっちゃん今年も怪我とかでね、なんか万全じゃなさそうだったんでね、来年はちょっともう、怪我せずにもうフルで出てね、ナーリーグ盛り上げていきましょう、ナーリーグを。はい、そして第2位は、フリオ・ロドリゲス、ファースト・ボーマンサインカードの、PSA9 です。はい、ここで今回初めて PSA 鑑定品が出てきました。PSA 鑑定って言って、カードをね、鑑定に出すことができるんですよ。表面に傷がないかとか、センタリングがバッチリかとか、サインの形は綺麗かとか、そういうの総合的に判断して、1点から10点の点数をつけてくれるっていうね、そういうサービスがあるんですけども、その PSA 鑑定で、これは本物だと、さらに9点の高得点だというお墨付きを与えられたね、素晴らしいカードです。で、しかもマリナーズのスター選手フリオ・ロドリゲスのそれということで、こちらお値段が33万円ですね。こちら6月の15日に落札されました。でね、これもね、まあルーキーカードなんですけど、ただのルーキーカードじゃないんですよね、これ。これファーストボーマンっていうルーキーカードになりまして、これファーストボーマンっていうマークが入ってるサインカードは、その選手の初めてのサインカードなんですよ。まあトップスの話ですけども、リーフとかでデビュー前に書いてる分はちょっとノーカウントということで知りませんということで。だからもうルーキーカードの頂点という感じがしますね、このファーストボーマンは。ルーキーマークはだからついてないんですよ、このカード。ルーキーマークの代わりこのファーストボーマンが入っとると。このファーストボーマンのカードはね、やっぱかなり高値になる傾向がありますね。で、こうやっぱ大型契約をした若手選手のね、ファーストボーマンが高騰する傾向にあるんかなっていう感じがしますね。まあこのフリオ・ロドリゲスもそうですし、あとジャクソン・チョーリオとかも結構来てるんじゃないですかね。大型契約もしましたし、
あとね、ワンダー・フランコっていうね、MLB を代表するスーパースターになるんじゃないかという素晴らしいショートストップもね、大型契約をして結構ファーストボールも高騰してましたよ。ちょっとね、今年はなんか、見た記憶がないんですけどね。今、どこの刑務所で何してるんですかね。はい、そしてトップス第1位は、イチローのね、我らがイチローのスーパーフラクタークロームサインカードです。これはね、もう本当にすごいカードで皆さん。これワンオブワンも、これも世界に1枚のカードなんですよ。この輝き、見てくださいこれ。この金にキラキラ輝いたこの素晴らしい輝きを。この光り方をしとるカードはね、スーパーフラクターって言うんですよ。何万ボックス、何十万ボックス開けないと出てこない、超激レアのカードなんですね。だからパラレルシリアルの頂点ですよ。赤色になったりとか青色になったりとかありますけど、あれ系の頂点です。そんなイチローのスーパーフラクターサインカードが、35万円です。いや、引退した選手とかね、ちょっと現役の時に値段が落ちることもあるんですが、イチローはそんなことないですね。ずっともう、お高い。だから僕も欲しいんですけど、まだ1枚もゲットできてないというね。そんなイチローでございますよ。ワンオブワンも世界に1枚のパラレルスーパーフラクター。しかもオンカードのサインですよ。素晴らしいじゃないですか。で、このスーパーフラクターがどれぐらいすごいかっていうと、スーパーフラクターって別にサインが入ってないやつもあるんですよ。ヤンキースのアーロン・ジャッジいるじゃないですか。ジャッジのサインが入ってないスーパーフラクターでも、29万もするんですよね。スーパーフラクターだから本当にすごいカードなんですよ。私も自分で引いたことは一回もありません。そんだけすごいカードで、さらにイチローで、しかもサインで、ってなったらね、まあこれぐらいの値段でもっと言ってもいいんじゃないかと僕は思うぐらいですけどね。いやー、だからね、僕のね、好きなレンドンのスーパーフラクターのサインカードもゲットしたいですね。はーい、ではこっからね、最後に大谷翔平編ということで、大谷の高額カードどんどん紹介していきますよ。で、ちょっとね、9枚全部さっきみたいにやってたらえらい時間になっちゃうんで、ちょっと4位まではこうやって3枚ずつパパーと紹介していきたいと思います。はい、まず右から9位、9位で75万1000円です。エポックのね、ワンアンドオンリーっていう、確か当時10何万とかでワンボックス、大谷のサイン1枚確定のボックスがあったんですよ。そっから出てくる大谷の金サインのPSA10。 ルーキーカードでも何でもないんですけどね、これ普通のサインでこんなにいっちゃうんで、恐ろしい男ですよ本当に。得点圏の時のレンドンぐらい恐ろしいですよ。クラッチですからね、レンドンは。今十何万で大谷のサイン確定のボックス出たら絶対買いますけどね。エポックさんもう一回出してくれませんかね、あのボックス。で、横の8位がね、こちらもエポックの大谷のサインカードでね、こちら88万9000円ということでね、こちら3シリのね、しかもね、これサインもね、がっつりサインなんですよ、これ。日本時代のサインはこうやってがっつりなんですよね。メジャーに行ってからちょっとね、簡略化されちゃったんですけども。こういうがっつりサインもね、かなり今後貴重になってくると思いますよ。で、7位のこちらもエポックのサインカードで、889,888円というね。こちらはね、なんか最初はね、なんか170万円ぐらいで落札されたんですよ。でもなんかその後ね、なんか再出品を重ねて、なんか最終的にこの値段に落ち着いてましたね。こちらね、16シリなんですよ。まあ、さっきのね、3シリの方は枚数的には少ないんですが、まあ、ちょっとサインのね、かすれ具合とか、その辺もちょっとあるかもしれませんね。こっち16シリですけど、結構かすれもなさそうなんでね。ちょっとこの値段になったんかなと思いますね。はーい、では続いて6位から4位いきましょう。また桁が変わったでしょう。そうなんですよ。この人ね、おかしいんですよ。本当に。6位が2018大谷のルーキーイヤーのトップスクロームのバッター版オンカードのサインカード、青パラ PSA10 ですね。個人的にはもうちょっと高くてもいいんじゃないかなと思いましたけどね。まあもう大谷のカードはね、相場がもうよくわかんないんで、これ高いんかな安いんかなみたいな。で、真ん中の5位がですね、こちら大谷がメジャーで初勝利した時のトップスナウのサインカードですね。だからこれもルーキーカードです。まあ、やっぱりね、大谷のカードってただでさえ高いのに、ルーキーカードってなったら、そりゃもう、こんぐらいの値段に今なってきちゃってるんですよ。こちら220万3000円と。これね、ちょっとね、サインがね、滲んじゃってるんで、これがなかったらもうちょっと値段いってたかもしれないですね。こちら10枚限定のカードとなっております。で、そして4位、こちらね、BBM のルーキーエディションから出る大谷のね、
白サインカードですね。420万1000円ということで、僕個人的にはこれはね、あんまりわかんないですよね。これさっき白サインって言ったようにね、サインカードじゃないんですよ。BBM がペトンってこう白というかプリントしたサインなんで、大谷が書いてくれたやつじゃないんですよね。まあだからルーキーカードの定番でもあるんですけど、このルーキーエディションっていうプロダクトは。その年のルーキーが初めてカード化されるっていうボックスなんですけど、だからまあ大谷の本当初カード、初めての大谷のカードっていう感じなんですよね。まあでもサイン書いてないのに400万って、って感じですけどね、僕は。これ400万使うんだったら全然横の5位と6位のカードの方が欲しいですけどね。まだ別にこのカードがダメって言ってるわけじゃなくて、なんか高くねっていう、これに関しては僕は高いなってちょっと思いますね。はーい、では大谷のベスト3行く前にちょっと番外編ということでね、一個面白い商品見つけたので、こちらもちょっと紹介しようと思います。2013BBM ファーストセカンドの未開封ボックスですね。未開封ボックスですよ、これ。これ定価6000円ぐらいです、当時。だから2つ合わせて1万2000円なんです、定価で言えば。が、なんと、お値段が、92万5001円。どういうことなんだと。ポケカのボックスでもこんなのないんじゃないですか？じゃあ3月の20日に落札されまして。なんでこんなに高いんだというと、やっぱり大谷なんですよ。これ2013年大谷のルーキーイヤーなんで、大谷のルーキーカードが入っとるんですよ。だからこの値段になると、もう大谷が絡むとね、もう全部偉いことになりますよ。だからこっから大谷ルーキーカードも出ますし、白サインカードが出るかもしれませんし、ワンオンワンのスカイブルー白とかも出るかもしれませんし、多分そんなんでたら余裕でこれペイできちゃうんでね。恐ろしい男ですよ、本当に。レンドンの年俸くらい恐ろしい男ですよ、大谷は。エンゼルスのペイロール圧迫しちゃっとるんでね。で、まあしかも大谷だけじゃなくて、聖夜とか藤浪とか菅野もルーキーイヤーなんでルーキーカード出てくるんですよ。まあ、だからね、これ2013年は本当すごい年でしたね、そう考えたら。はい、では大谷翔平ベスト3行きましょう。まず第3位。大谷翔平、ワンオブワン金サインカード、です。世界に1枚の大谷翔平のサインカードです。これだけでなんかもう、やばいだろうなって思いますよね。これさっき出た渡来のサインカードと同じ種類ですね。これはファイターズの選手しか出ないボックスから出てくる大谷のワンオブワンのサインカードということで。お値段がですね、500,666円ということで、500万円ですよ、500万円。こちら3月の17日に落札されまして、もうね、あの日本時代のサインカードってね、貴重なんですよ。メジャーのサインカードに比べて。メジャーはね、あのサインの枚数が多いんで、日本の多分数十倍とかあるんじゃないですかね。で、そんな貴重な日本時代のサインなのに、さらにワンオブワンというシリアル。まあ、それはルーキーカードでもないのに、この値段がつくのもまあ納得という感じですね。で、ちなみにこれ打者版のカードなんですけど、投手版の写真のカードもあるんで、そっちはね、世に出回ったのか知らないですけども。で、こちらのカードね、昔ミントで売りに出されてたんですよ。で、その時のミントでの販売価格が、なんと85万円だったんですね。85万。これ今500万っす。昔85万だったんですよ。85万も相当な金額のはずなんですけど、なんか、よっすーみたいな。麻痺しちゃいますよね。見てください。おそらく、これミントのブログなんですけど、おそらく新宿店史上最高額のレアカードだと思われますと、おっしゃってるんですが、もう、軽々上回ってきたというこの男です。大谷。恐ろしい。500万。まあでもいいね。500万円ってまあね、レンドンの年俸が50億なんで、まあ100分の1レンドンですよね。まあそういう意味ではね、ちょっと大谷くんも、翔平もまだまだだなと、レンドンは思ってるかもしれませんね。バーベキューでもしながら。さあ、続いて第2位行きましょう。第2位、こちらなんと、大谷トラウトプホルス、トリプルサインカード、BGS9.5 です。すごいでしょ、これ。笑けてくるでしょ、このカード。これはね、この3人が同じ試合でホームランを打ったよっていうトップスナウが出て、その時に発売されたサインカードなんですよ。で、こちらがですね、735万円です。735万円。はい。4月9日に落札されました。もう大谷もトラウトもプホルスもね、殿堂入り間違いなしの選手なんで、そんな選手のトリプルサインってなったら、まあ、こうなっちゃうんでしょうね。
でもね、これトップスナウってことはトップスの公式サイトで買えたってことなんですよ。これね、赤パラで10枚限定10シリのカードなんですけど、これ当時のトップスで60万円で売ってたんですよ。いや、めっちゃ安ってなりません？僕はなりました。これ60万、これ買いますよ、これ。マジで。今これ出たら買いますもん。だってこれしかも2018年のカードなんで、大谷のルーキーカードでもあるんですよね。これ60万安いですよ、これは。ちょっとアイフルに行ってきてね、本当買いたいぐらいなんですけども。いやー、これちょっと本当もうトリプルサインってもう、それだけでもやばいのに、このメンツがやばすぎますよね。しかも何より赤パラなんで、エンゼルスのカラーマッチなんですよね。いや、チームカラーに合ったね、カードをやっぱ欲しくなっちゃいますよ、コレクターだったら。いやー、これは本当に、とんでもカードですよ。はい、そして、栄えある第1位は、大谷翔平のルーキーエディションプレミアム、縦サインカードでーす。これが出品されとったんですよ、このお宝が。これさっきというか最初の吉野部のね、ルーキーエディションプレミアムのサインカード覚えてますか皆さん。あれ70万円ぐらいだったじゃないですか。大谷残りいくらだと思います？腰抜かしますよ多分。なんとですよ。1200万円。また桁変えてきました。まあずっと言ってますけど、ルーキーカードは高くなっちゃうと。で、さらにルーキーカードの頂点でもある、ルーキーエディションプレミアム。いやー、えげつねえなと。これ、レイヌも言ってますよ、多分。それ8月の18日に落札されました。もう、このカードはね、もう大谷のルーキーサインの本当もうトップ、頂点です。もうこれ以上の大谷のルーキーサインはないと思います、僕は。やっぱりメジャーのルーキーサインも貴重なんですけど、大谷の真のルーキーカードは、日本時代だという声もあるんです。なんでかっていうと、これね、ミントのね、ブログに書いてあったんですけど、2013年に大谷のルーキーイヤーに BBM から発行された大谷のルーキーのサインカードって、全部で9種類の計85枚しか世に存在しないんですよ。85枚。たったの85枚ですよ。だってボーマンクロームの大谷のサインカードとか、シリアルでリフラクターとかだと400何シリとかで普通にありますからね。それ1種類で。メジャーは1種類で400枚とか300枚あるけど、BBM のルーキーサインはもう9種類の85枚しかないんですよ。本当にもう枚数が少なくて。しかもこのカードは5シリです。5枚限定。これ僕は本当博物館級のカードだと思いますよ。いやー、すごいカードです、これは。はい、いかがだったでしょうか。2024高額野球カードランキング。まあ大谷がちょっとやっぱりおかしなことやっとるっていう感じですね。まあ野球カードね、全部が全部大谷みたいに高いわけじゃないんです。何度も言いますけど。まあこうやって今並べているようにコレクションするのが楽しいんです。眺めるのも楽しいんです。値段が全部じゃないんですよ。まあこういう高いカードもあるよっていうので、まあ興味を持っていただければね。皆さんこの動画でね、野球カードに興味が出ましたらぜひ、ボックスとかパックをね、開封してみて、野球カード沼にハマっていただければと思います。あんまりね、野球カードをどうやって始めたらいいかとか、どこに売ってんだよとか、どういうスリーブ使ったらいいんだよとかっていうのがわからない方もおられると思いますんでね。僕一応初めての野球カードっていうね、野球カードについて詳しくお話ししてる動画を出しておりますので、ぜひね、そちらも参考にしていただければと思います。はい、まあ、こんな感じでね、野球カードの開封とかね、ゲーム実況とかいろいろやってるチャンネルになりますのでね、これは大谷じゃなくて菅野カードが欲しいぞと思った方はね、ぜひチャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いいたします。はい、本日はね、大谷スペシャルということで、約30分間、ぶち抜きでお送りしてまいりました。わーわー言っております。お時間です。さよなら。